はい、東京 YouTube 整体の平野です。日本中で、ここだけしかやっていない、整体法を、やっています。20年間、本当に、どこに行っても変わらないという人たちをですね、主にやってきたので、昔のやり方ですね、揉んだり引っ張ったり、温めたり、スレッチをかけたり、そういったことではもう、対処できないということに、気がつきました。その大きな原因、体が緊張する理由、不調が、長引く理由、続いてしまう理由、そこにはですね、脳の、過剰な防御システムが働いてしまっていることに気がつきました。とにかく脳からのですね、指令が、うまく届かない、そんな、時代にある中で、私のですね、整体法は、何をやっているか、まずですね、ずっとやってきたのがですね、重力に対してきっちり歩ける、座れる、立てる、そして寝れる、そういったところを、しっかりすることでですね、体の軸をうまく、使った動きができることによって、自動的に、体が緩み、そして、治癒システムが、働くという形で、やってきました。その中にですね、座ること の問題だとか、人体の緩みの問題だとか、そういったことが入っているんですけども、そのことによって、ものすごく驚くべき、回復する人もいたんですけども、やはりそれ以上あるところまで行って、そこからなかなか変わらないという人たちも、大勢いることに、で悩んでいたんですけども、この、令和元年ですね、7月にですね、そのチャクラ、という、生命エネルギーの、取り入れ口が、もう完全にこうおかしくなっているということに、気がつきました。そして気がつくと同時にですね、不思議なんだけど、私調整法が分かってしまうんですけども、その調整をすることによって、本当に今まで、起きなかった、不思議な現象が、起き始めています。その中でですね、そのなぜその、チャクラというか生命エネルギーの、取り入れ口までがもうなんとか、緩んでしまう、っていうふうに考えたところですね、前回、東京を、出張した時にですね、電車の中に電車に乗っていて、本当に、いつもほとんどが満員電車なんですけども、その中で皆さんがもうスマホを使っている、そんな状態で、その時は本当によく分からなかったんだけども、何か感じてたんですね。そして、田舎であるこの愛知県の蒲郡市に、帰ってきた時にふって気づいたんですけども、もう降りた瞬間にですね、頭の中がこうもう全然こうすっきりしている感じというか、ドーンという重さが、なくなっていることに、気がつきました。やはり、あれだけの人たちが、みな、スマホを使っている、ある人に言わせると、そのマイクロ波なんで、電子レンジに、使うようなものをに近いということで、その、密閉された空間の中であれだけの人が使っていたら、ちょっとその脳も、少し熱くさせられる、そんな、ことも本当にあるんじゃないかということに、を思いました。私ちょっとね、こう東京少し怖いなっていうふうに、思ったんですけども、そんな、環境、昔ではなかったこのすごい強い電波に囲まれている中でですね、やはり昔の声帯をね、聞かせようと思ってもですね、なかなか、聞かない状態、そういったところで私20年間ね、こう悩んで、やってきたんですけども、今このチャクラ療法をね、開発して、その辺もこう対応できるんじゃないかなっていうふうに、今ワクワクして整体しています。愛知県蒲郡市というところでやっていますが、東京大阪にもですね、月1回ずつ出張整体をしています。ありがとう整体蒲郡市と検索していただいて、興味のある方はね、来ていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございました。